11周年、ショールームの11周年ってことかな。11、かわいい11。こんばんは、お疲れ様です。美味しいの食べた美味しいの食べてた。そう、お仕事終わってちょっとくるくるとくるくると美味しいの食べてました。ご褒美だって言って、ご褒美だって言って、そう食べてたら結構遅くなっちゃいました。あずみん11年前何してたって。あずみん11年前何してたかな何してただろう。何歳、私11年前10歳か。10歳だから4年生小学校4年生。何してただろう。でも2分の1成人式っていうのやってる多分。なんか20歳が成人式だ、20歳が成人式なんだけど、10歳の段階でその2分の1、成人式の2分の1っていうので学校で2分の1成人式っていうのをやって、そういうのやってました。ちょうどやってるぐらいかも。そう、あずみん元気か、なんかいろいろ心配するかなって。ごめんね、心配かけてごめん。大丈夫、でも大丈夫です。そう、なんか心配かけちゃうメールを送っちゃってごめんね。でも今はすごく元気です元気、結構元気。そう、元気に頑張ってる。元気だから元気です。と元気。でもその時は新体操やってた。うん、まだダンスとか歌とかじゃなくて、ちょうど11年前は新体操習ってました、小学校4年生の時。柿食べた。そう、くるくると今日は柿食べた。柿食べてきたの。美味しかった、うん、美味しかったです。11年前は1歳でベビーカーに後ろ向きに乗ってたんじゃねえ。今何歳だと思ってるの私のこと今何歳だと思ってるの。12歳じゃありません、21歳です。何歳だと思ってるの。常連さんと間違え、そう、くるくるが喋ってんのかな。そう、なんかね、初めて行ったんですよ、くるくると初めて行ったお店なんですけど、お互い初めて行ったお店になんだけど、店員さんによく来てますよねってそのスタッフみんなで、あの人よく見るねってなんかその話になってなったらしくて、最後お会計するときによく来てますよねって言われて、初めてですって二人でなりました。でもその店員さんがくるくるの顔を見て言ってたんですよ、私の顔じゃなくて。
くるくるな顔をこうまっすぐに見てそのことを言ってたので、多分くるくるに似てる人がいるんじゃないかってことになりました、2人の中では。そう、これはくるくるに似てる人が2人いるんじゃないって、もう1人。そう、ドッペルゲンガー、わかんないの。でも初めて行ったお店なのにそう、常連さんだと思われた。うん、ドッペルゲンガー。そうね、面白いよね、誰なんだろうってなった。そうそう、え、でも毎度じゃないよ、もう目を見て、その店員さんも目を見て、よく来られてますよねってなんか毎度ぐらいならまあまだまだねあれだけど、そう、よく来られてますよねみたいな、よく来てくれてますよねって言って目を見て、初めてなのに。そうだから、あれは多分本当に似た人がいるんだと思う。そう、そっくりさんがいるんだと思う。しかも一人じゃなくて、その場にいる店員さんみんなで、スタッフさんみんなで、あの人よく来てるくれてる人だよねって話になるぐらい似てる人だから、結構すごい。え、恵比寿港始まったね。ね、思った。恵比寿港市内の、去年はニューウェーブプロジェクトで、あの巫女さん市に行ってたので、恵比寿港の、懐かしいです。いや、マスクもつけてなかったの、2人ともマスクつけてない、マスクつけてない、ほんマジでこの状態、この状態でお店行った、でこの状態で会計して、2人ともマスクもつけてない状態で会計して、そのよく来てくれてますよねって言った。ねえ、受験結構っていうか、本当に似てるんだと思う。本当に似てる人。そう、第二のクルアズがいるのかもしれない。あんな美人を見間違えなきゃいけないと思うけど美人、うれ、喜びをくるくる、確かに綺麗で可愛い顔してるもんな、くるくる。確かに背も似てるんかな。え、背も似てたらすごくない？背の感じもさ、似てたら結構すごいよね。うーん、サンフレデイスの時から見てましたって、ありがとう、嬉しい。12月1日サンフレッチェのホーム最終戦行くので、来てくれる、会えるかな、来てくれるかな。え、ね、本人って思うレベルだよね、身長までって言ったらね。そう、まさかのびっくり現象でした。今日はお仕事頑張りました。めっちゃ割と割とね早かったの、朝が。だからもう結構今眠たいですそう、朝早かった、とっても早かったの、うん早い、長い一日でした。コンサート申し込んだって、ありがとう。え、そう、クリコンと大忘年会のあれが始まりました。スペサポ選考の受付が
始まりました。あと NMB の、 2.5 とさんの出張公演もまだチケットの販売始まってないんだけど、11月の27日から会員限定でチケット販売始まるので、ぜひぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。休憩時間、でも休憩時間は寝てたけど、なんか記憶がないみたいなやつ寝たけどなんか記憶があんまりないって感じで、そう寝てました。あんまりわあ寝たって感じじゃない、気づいたら寝てたみたいな感じでした。ナンバ頑張る。 NAB の申し込みに行かないといけないのね。そうだよ、申し込みに行かないといけないうん、申し込まないと見に行けない。うん、合ってるかな文面。そう、申し込みに行かないといけないです申し込みに行かないといけない。うん、NMB のモバイル入らないといけないのかな。 STU のスペサポ、あ、そういうことね、モバイル会員にならないといけないってことか。どうなん、でもモバイル会員って書いっていう書き方だったから、 NMB さんのモバイル会員にならないといけないのかもしれない。確かにスペサポみたいな書き方じゃなかったよね。どうなのかな、来てほしいです。あ、ファニーチケットで買えますって。あ、そう、一般募集もあります。うん、一般募集もある、ありますね。待ってます。ファニーってやつで買えるかも。うん、あ、そうだね、ファニーチケットっていうところでこうやって買います。ファニーチケットっていうところで買えるので、ぜひここから買えるかも。うんうん、やばい、壇上います。13位ヌッシーさんありがとう。12位ミキオ先生さんありがとう。11位クマネパパさんありがとう。10位カギさん17さんありがとう。9位ミヤコウちゃんありがとう。8位ムエムキチさんありがとう。7位リオさんありがとう。6位サクさんありがとう。5位エスタンダイチさんありがとう。4位タクワンさんありがとう。3位コニャマルさんありがとう。2位トッチャンバヤさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバンやる気猫ケイさんありがとうおやすみん。お、クリコン申し込んだ。ありがとう。ありがとうね。おやすみん。いっぱい会いに来てくれたら嬉しいです。12月。待ってまーす。